さあ、この動画では第3回戦の予想をお伝えいたします。第3回戦第1試合は誰が出てくるんでしょうか。さあ、まずは狂気的となるゲノセクトの登場です。このゲノセクトに多くダメージを与えたポケモンがシード権を獲得となります。さあ、出てきたのはアグノムです。アグノムは神話地方で獲得したポケモンとなりますが、公式戦の戦績はありません。さあ、伝説のポケモン同士になります。アグノムは4番です。ゲノセクトは2番です。さあ、どうなるでしょうか。ゲノセクトからテクノバスター。さあ、どれぐらいダメージ与えるんでしょうか。さあ、受けます。倒れました。倒れました。ゲノセクトに与えたダメージは0です。さあ、第3回戦第2試合です。さあ、誰が出てくるんでしょうか。まずはゲノセクトから登場です。さあ、出てきたのはズバットです。ズバットは、プラチナでゲットしたポケモンになります。最初のジムなどは一緒に回っておりました。さあ、ズバットの技は2番です。そしてゲノセクトは2番です。ゲノセクトからテクノバスターです。これはかなりきついです。決まった。ズバッと一撃でやられました。ゲノセクトに与えたダメージは0です。さあ、第3回戦第3試合です。さあ、何が出てくるでしょうか。まずはゲノセクトから登場です。さあ、出てきたのはカビゴンです。カビゴンはソウルシルバーでゲットしたポケモンになります。レベル50です。さあ、カビゴンから技の選択4番です。そしてゲノセクトは3番です。ゲノセクトからブレイズキックです。どれだけダメージ与えるんでしょうか。削っていきます。止まった。カビゴンギガインパクトです。これは強力だぞ。後悔も一つだ。さあ、続いて、カビゴンは行動することができません。これはピンチだ。テクノバスターです。決まった。ということで、ゲノセクトに与えたダメージは29です。さあ、第3回戦第4試合でございます。さあ、何が出てくるでしょうか。まずはゲノセクトの登場です。さあ、出てきたのは石つぶてです。石つぶてはソウルシルバーでゲットしたポケモンになります。まず石つぶてから技の選択です。石つぶては5番です。そしてゲノセクトは4番です。さあ、ゲノセクトからギアチェンジという技が出ました。何が上がったんでしょうか。これで素早さがぐんと上がりました。そして攻撃も上がりました。石つぶてはロックカットです。さあ、素早さも上がりました。どっちが速くなってるんでしょうか。石つぶては4番、ゲノセクトは2番です。ゲノセクトからテクノバスター。決まり、あ、体力1で上がりしました。すべての頑丈が発動しました。すべて怪力です。ダメージ与えます。豪快今一つだ。さあ、すべてはここで5番。ゲノセクトは2番です。ゲノセクトのテクノバスターです。倒れました。ゲノセクトに与えたダメージは1です。さあ、第3試合は第5試合でございます。さあ、まずはゲノセクトから登場です。何が出てくるでしょうか。出てきたのはシャワーズです。シャワーズは進化前の EV をプラチナで獲得した後、ソウルシルバーでシャワーズに進化したポケモンになります。シャワーズは4番、そしてゲノセクトは3番です。このシャワーズ、水タイプの技を一つも覚えてません。さあ、まずは電光石火で確実にダメージを与えて、ゲノセクトのブレイズキックです。ダメージは今一つですが、削っていきます。倒れた。与えたダメージは2です。
さあ、第3回戦は最後の試合、第6試合でございます。さあ、まずはゲノセクトからの登場です。さあ、出てくるのはワルビアルです。ワルビアルは一種地方で捕まえたポケモンです。さあ、レベル71と最後のチャンピオン戦でも戦いましたが、どう来るんでしょうか。さあ、ワルビアルの威嚇で攻撃力を下げております。さあ、ワルビアルは6番です。そしてゲノセクトも6番です。ゲノセクトからテクノバスターです。ワルビアルダメージ受けていく。止まるか。5で耐えた。ワルビアルはイカ様だ。何が起きた。しかしいまいちのダメージだ。ワルビアルは3番です。そしてゲノセクトも3番です。ゲノセクトからブレイズキックです。しかし外れました。ワルビアル砂嵐です。フィールドを砂嵐の状態にしますが、これはダメージ与えることはできるんでしょうか。さあ、ワルビアルは2番です。そしてゲノセクト再び3番です。ゲノセクトブレイズキック、当たった。さあ、ダメージは倒れた。与えたダメージは39です。